じゃあ今日はね、はい、やっぱもうミキといえば、はい、もうこれしかないでしょう。これしかないですね。ミキとか明石とかっていうとね、はい、はいはい、そうですね、はい、もうとか岐阜とか、はい、いろいろあるんで、あるんで、日本の標準時、はい、あ、ここで時間を合わせたらちょうどよくなるんですか。そういうことですよ。そういうことですよね。そういうこと、そういうこと。それにはもう嘘偽りないんですもんね。はい、ああ、そうですね。日本の真ん中論で言ったら別やけど、はい、そう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 。あ、そうか、ここは別に日本の真ん中とは歌ってないですね。そうですよ、四五線が通ってますよって。あ、なるほど。で、やっぱり時計が、え、時計、あ、これ、これめっちゃ正確。これ絶対正確なんですよね。これで遅れてたらびっくりしますけどね。どれぐらい正確だって、アバウトですよ、はい、結構。あ、位置がほんまや。今じゃあ何分ってなったら分からんでしょ、はい、そうですね、51分なのか52分なのか56分ね。あ、56分ね、56分か、ね、7分なんか秒まで分かんないんでね。これバインって動くタイプですかね。あ、ゆっくり動いてるんですか、ね、ゆっくり動くんかな。え、日本標準時すげえかっこいいですね、はい、標準時とは、はい、あ、こ、あ、こう、だからそういうことね。はいはいはい、はい、あ、だからやっぱ明石も書いてるし、あ、淡路市も一応かすってる。あ、和歌山もかすってる。え、マジで。え、これはもうなんか全部時間がいってことですね。そうそうそう、そうですよ。直線、直線っていうんですか。はい。へえ。あ、じゃあそれはいろんなところに書いてても、斧にもありますもんね。はい、確かにね。はいはい、あります。あ、ほんで、じゃあどこを真ん中と取るかっていう論争があるんですよね。あ、要はね、うん、明石は明治43年日本で最初に標識立てたんですって。だから四五線の町って言われてるんですって。あ、なるほど、うん、ほんで結構明石潤ってるから、我こそはって、はいはい、潤いを求めて、はい、建てたわけですね。すごいですね。明石15個も建ってるんですって。15個もあるんですか、こういうのが、はい、で神戸ちなみに16。神戸 16、うん、あ、神戸市も、あ、西区とか、はい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 、だもう神戸ども、ね、もうそれ以上儲けんでよろしいですって言って、はいはいはい、明石に譲りなはれ言ってね、ってなったんでしょうね、はい、明石藩こそあの卵の焼いたやつ言って、はい、潤って漫画な、はい、なったんでしょうね。はい、ってなってくると淡路丼も、うん、そう言われたら結構なリゾート地で、そうですね、玉ねぎもあるし、はい、ってなってくると、うん、加藤丼と小野丼ですね言って、加藤丼と小野丼はやっぱりちょっと弱いかなっていうので、はい、やっぱりこう2個しか立ってないで、なるほどね、これ自粛っていうか、はい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 、あんま出しゃばったらあかんなと。あ、じゃあ和歌山1個しかないんですね。和歌山1個しかない。和歌山、ね、和歌山はだってもう、はい、他で潤ってる、他で潤ってるんで、ね、はい、世界遺産あったり、はいはいはい、なるほどね、世界なんちゃう。ちなみに、あ、これで時差ってなってくるんですか、こうやって。そうそうそう、そうですよ。でニュージーランドのとこだけちょっとふにゃってなってたりするんですよね。国際線のパイロットやったらもう分からんようになりますけどね。はあ、はあはあ、出発時と、ね、同じ時間に着く可能性あるわけでしょ、飛び方次第では。時点と同じスピードで走りゃ、走るか飛べやですよね、はい、でルート次第ではほんまに15時に出発して同じ日の16時に結構なとこに着いてるみたいなこともありえるでしょう。そう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 、どうなってくるんですかね、そうなったらね。自分は何歳なんか分からなくなってくるでしょう、ね、いや、そうそうそうですよ。年は分かるでしょ。だってあのね、誕生日とか過ぎて、はい、おばちゃんとかやったら、はい、昨日に戻りたいわって言うじゃないですか。まあ、一旦戻れるってことでしょう。そうですね、日付変更線またいだらね。ね、はい、これちょっと時間の仕組みってややこしいですね。あ、だから日本からアメリカ行ったら1日戻るんでしたっけ、はい、なんかそんなんですよね。あ、そうなんですか。日付変更線またぐからハワイ行ったら、じゃあ誕生日後のババア率高いですかね。はい、やめときましょうか、あの、はい、こういうのこれね、はい、結構あったらしいんですよね、はい、最近建てたんですか。なんかっぽいですよね。僕らトラック走ってる時ここ見たことないですよ。建て直したんですけどね。建て直したんかな。あ、でもやっぱりいっぱい作ってってるから上、ね、どんどん増えるかも。ってことはこの並びに全部建ってるってことでしょう。あ、そうですよね。そう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 。で、金なのがこれ入れるのかどうかですよ。ちょっと行ってみましょうか。これだってないからね。ね、自動扉っぽくもないですか。ないですね。これ裏もあるんですよ。裏も行ってみますか。裏行ってみましょうか。裏入れる可能性裏からやったらね、はい、これなん、あ、こう向きに通ってんちゃいます線が。あ、そういうこと。だからここ一応こう、あ、で開けたら、はい、
まあ、よう分からんけど線、線がなんか通るよみたいな。あ、ほんまや、上上上。え、上。あ、書いてる書いてる、ほんまや。映るかな。こういう風に。ね。え、これがじゃあ真北ってことですか。北どっち？あ、真北ってそういう意味なんですかね。え、違う。ちゃいますね。ちゃう。え、これ。そうですね、北。ね。はい、そうっすわ。いやー、これは。ね、え、ここ十何個あるって書いてましたよね。これ沿いに十何個あるってこと。いやいや、違う、ね、え、これ沿いにいっぱいあるんですよ。これ沿いに76個、はい、76個もあるんですか。76個、はい、これ沿いにこれね、はい、いやでも2018年現在ですから、はい、もっと増えてますよね。増えてるでしょうね。 ね、あ、なんすか、内部天井には12市の方向表示、 あ、なんちゃらの方角みたいな、はいはいはい、これ入れるんちゃいます？普段は。ほんますね。ちょっと今日月曜日から入られるのかな。やっぱりミキ月曜日禁止、ミキ月曜日禁止なんで。かんない、はい、ミキはおすすめしないで。はいはいはい、月曜日はね。はい、来たらダメなんで。ダメです。ダメです。はい、あの美容師さんとか月曜日休みやけど。もうミキ、ね、来れないんで。ダメです。そこはまあ、はい、一生諦めていただいて。はい、はいはい、じゃあね、じゃあボツさんに、はい、なんか一発もらっていいですか。いや、一発。え、もうあれでしょ。あのベアほんまに尺が。タランクな、タランクっていうか、そう、タランとき多いんだよね、で、僕に無茶振りして、無茶振りして、もう投げやりみたいになって、投げやりみたいな、はい、するんですよ、はい、何もないです、はい、あ、動いた、え、何が動いてる、動いてる、ほら、1分丸々動きますわ。あ、判明しました、これは、はい、ゆっくり1分ずつ動いていきますわ。あ、今動いたらバッチリ取れたんで、じゃ1分経ったら、はい、ゆっくりカチャンいう感じ。そうですね、じーって、はいはいはい、今動いたんで、はいはい、これ楽しいですね。もう1分待ちます？もう1分待ちましょうか。待つんですか？1分だけつないでもらっていいですか？1分、いや、そんなんやってる間に映しとかんと、はい、あ、そうか、ね、そうか、そうか。でもどこ行っとっても見れるんで、はい、あ、ほんまですね。どこにおっても見れるんで、どの角度からも見れる、はい、じゃあなんか成功性ですって。あ、これ成功の時計、成功の、はい、あ、電波合わせ電気時計やから、あ、これ電波で、あ、これ結局ここ電波でちゃんと合わせてるってことで、はいはい、でもあれ狂いようがないんですよ。あ、じゃあ中にああいうゼンマイみたいなのがあるわけじゃなくて、じゃなくなくなく、はい、はい、電池があるわけでもなく、はいはい、まあ、電気は取ってるんでしょうけど、はい、電波で時間合わせしてるから、あ、正確なんですよ。英国製地図ですって、台湾製。中にあったらあれなんですか、ね、みたいですね。なんかね、まだ動かないですかね。もうすぐですか。もうちょい、はい、多いってなりますよね今ね。何待たされてんねんいう感じですよね。でもこれ早送りしたら、はい、もうピュッていっちゃうんで。そうですね、もう5分になってるんで、これもう見るしかないですよね。壁に映る影でも日時計みたいになるんちゃいますか。あ、ですよね、はいはい、計算すればね。そうですね。昔の人ってどうやって時間計っとったんですかね。日時計ですか、ほんまに。いや、ね、だって、はい、戦とか何時とかね、はい、集合時間だってね、よく、はい、あ、動いた動いた、あ、動いた動いた、はい、取れましたね、はい、取れましたね。だってよくね、殿様に呼ばれてね、はい、きっちり行かんの、あ、だから結構待つんですかね、あれ。あ、そうちゃいます。だからもう時間アバウトやから、適当なんちゃいます。多分5分前行動とかなかったんですよ。なんかもう結構もう半日前ぐらいに入っとかんとね、はいはいはい、遅れたらあかんからね。そう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 、なるほど、うん。だって戦国時代とかここを中心に測ってないですもんね、別に。あ、でしょうね、多分ね。ですよね。そりゃそうです。あの猫の目で測ったっていうのは知ってます？いや、知らない、知らない。知らないですか？知らないです。はい。あれ何やったかな？はい。誰かが武将に猫を渡したんですよ。はい。はい、いっぱい猫。いっぱい？はい。はいはいはい。で、猫って時間でなんか瞳孔の大きさ変わるらしいんですよ。あ、で、猫の瞳孔がこうなったら出撃やって言って、はいはいはい、はい。ずっと武将はあの陣で。ええ。猫こうやって抱いて猫の目見て、ええええ、動向がその指示通りの動向になったら、はい、よし今や出陣や言うて一斉にこう、はいはい、で普通のろしとか使わんと一斉にって無理じゃないですか。あ、はい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 、だからいろんな城を一斉に攻撃しようと思った時に、ええ、おのおの猫の目見て、はいはい、行って大勝利を収めたっていう武将がおるらしいですよ。誰ですか。ちょっと覚えてないです。いや、覚えてない。ちょっとうるるん覚えなんですけど、そこははっきりした情報欲しいですよ。ちょっとうるるん覚えなんですけど、あ、しゃあない。なんかそういう猫の目は性格らしくて。なるほどね。そういうのもあるんで。猫の目あれでしょ、あの時間というよりは、はい、太陽の動きというか。あ、そうそう、暗さで、ね、暗さでね、はいはい、あ、ほんでちゃうんですよ、それね、時間というのは全員が同時に動けるようにっていうので、はい、
まあ、猫の目で外におるや大体ね、大体一緒じゃないですか、はい、でも中におったでしょうね、うん、暑いからって日陰行ってもって、あそうですね、こうあ暑い、はい、今こんな状態です暑いなー言って、はいはい、家康めんマジめんどいわー言って、はい、ええやろ言って、こうやって日陰入って日陰入って、はいはい、ああ開いた開いた入って、そいつだけ先走って、先走ってもって、でやられるやられるみたいなのもあったでしょう、ねはい、あったでしょうね、絶対そういう人おるんだよ、ね、いますね、いつの時代も、はいはいはい、ベアみたいなのが、ね、そうですそうです、おるんで、いつの時代も、はい、じゃあ明日の動画もお楽しみに、はい、お楽しみに。